皆さんこんにちは。今日は数字の6の作り方をご紹介します。まずバルーンを30センチくらい膨らまします。縛ります。バルーンを揉んで柔らかくしながら丸みをつけます。口巻きを置いたところでひねります。ひねったところに口巻きを絡めてバルーンの間に挟みます。バルーンを揉んで柔らかくして 2.5 センチでひねります。折って潰してひねります。6の形に近づくように整えます。バルーンの先を押さえてハサミで切って縛ります。縛った先もハサミで切ります。さらに形を整えます。数字の6、できました。最後までご視聴いただきありがとうございました。